富士通富士通コネクテッドテクノロジーズアローズ富士通富士通コネクテッドテクノロジーズ富士通モバイルコミュニケーションズアローズアローズは FCNT が NTT ドコモと KDDI 沖縄セルラー電話連合ソフトバンク向けに展開する Android、搭載スマートフォン並びに FCNT 富士通クライアントコンピューティングが展開する Android、 windows 搭載タブレット端末のブランドである。2018年1月31日、投資ファンドのポラリスキャピタルグループに携帯電話事業を売却することを正式に発表した。アローズブランドはポラリスの新会社へと引き継がれた。富士通並びに富士通東芝はこれまでもスマートフォンを発売してきたが、2011年9月8日に発表された。 NTT ドコモのタブレット端末アローズタブ LTE-0HD からはアローズのブランドが付与され2011年10月19日に発売された。これ以後富士通、富士通東芝、富士通モバイルより発売されるスマートフォンとタブレット端末にはアローズのブランドが付与される。テレビ CM には EXILE が起用され CM ソングもエグザイルの楽曲が使用された。もともと、富士通モバイルが、東芝ブランドで展開していたレグザフォーンもアローズの、サブブランドとして展開していた。その他、アローズキスのコラボレーション端末や、楽々、ほんの単画末、F、F-07E 以降は、ディズニーモバイルの端末についてもアローズシリーズとなる。個人向けの2015年冬モデル以降はロゴが、 これまでのすべて、大文字から、すべて小文字へと変更されているまた、法人向けモデルは大文字表記のブランドロゴのままで、変更はなかったが、アローズビジー01以降は個人向けと同様の、小文字へと統一された。2016年2月、富士通本体の携帯電話事業が、会社分割により新設された富士通、コネクテッドテクノロジーズに移行し、 富士通モバイルの親会社も富士通コネクテッドに移動となった。同じ時期にパソコン事業も富士通クライアントコンピューティングへ移行されたため特にタブレットにおいては NTT ドコモ向けを中心とした特定の通信キャリア向けの端末と Windows 搭載機を中心とした Wi-Fi 端末で担当する企業が分かれることとなった。2021年4月に 富士通コネクテッドテクノロジーズは FCNT へ社名変更された。スマートフォンのキャッチコピーは2013年モデルまでは日本のテクノロジーが生んだ日本のハイスペックスマートフォンだったが前述のブランドロゴの変更に合わせ人を思えば進化は止まらないに変更された。また一部の機種でプライバシーモードという機能がついている。 AXX は、Android のバージョン。第1期、ドコモスマートフォン時代には発売されず、ドコモスマートフォンとしては、第2期からの参入。a r r o w s X、a r r o w s NX が最上位で、その次がレグザフォー、Reg the Phone、a r r o w s V となり、この両者間では、基本的に機能のすみ分けが図られる。a r o w s X は F-10D にて、ドコモでは初めて、 クワッドコア CPU を搭載する、と、サムスン電子の、ギャラクシー S シリーズと並ぶドコモの、フラッグシップモデルとして位置づけられている。アローズキスは、コラボレーションモデルが用意されている女性向けモデル。アローズシリーズ直径の富士通製、NTT ドコモ向けアローズシリーズ内部派生の、富士通製、NTT ドコモ向け他の機種と比べると、アローズカラーは薄いものの、 正式に、アローズシリーズに属する。アローズシリーズ以外の富士通製、NTT ドコモ向けアローズシリーズに属さない、富士通製の Android スマートフォンについても、便宜上ここで記述する。アローズシリーズ直径の富士通コネクテッド、FCNT 製、NTT ドコモ向けアローズシリーズ内部派生の富士通。 コネクテッド FCNT 製、NTT ドコモ向けたの機種と比べると、アローズカラーは薄いものの、正式に、アローズシリーズに属する。アローズ A のみ。すべてソフトバンクスマートフォンシリーズ。ソフトバンクスマートフォンシリーズ。アローズ Z が最上位機種。アローズ S のみ。アローズタブ Wi-Fi シリーズが、Android 搭載。アローズタブ Wi-Fi、QH、Q シリーズが、 windows 搭載。個人向けの無印については、基本的にドコモから発売されたタブレットの Wi-Fi モデルとなる。2012年6月には法人向けモデルも登場した。windows 搭載タブレットは、windows 8.1を搭載した2013年秋、モデルから、アローズタブ QH シリーズにシリーズ名を変え、同時期に FMV スタイリスティック。 QH シリーズとして発売されていた QH77 系を吸収統合した。法人向けモデルは2013年4月に一足早くアローズタブ級シリーズに名称を変え、同年10月にスタイリスティック QH シリーズとラインナップを統合した。2014年5月からはアンドロイドタブレットにも法人向けモデルアローズタブ M シリーズが設定された。 前述の通りブランドロゴの変更に伴い、個人向けの2015年冬、モデルとなる、QH35W から、アローズタブに表記が変更となる。2016年1月には、12.5型、ワイド液晶搭載のニューウェイモデルとして、個人向けの、アローズタブ RH シリーズ、法人向けの、アローズタブ R シリーズが発表された。前述したように、 タブレット端末のうち、Windows 搭載、Wi-Fi モデルの製造に関しては、2016年2月に、富士通クライアントコンピューティングへ移管された。これ以降、法人向けモデルについては、富士通タブレットアローズタブの名称となる。ありがとうございます。